ロボットチャンネル、ロボママとわたるとタゲでロボババもいます。はい、今日は父の日のお祝いをしたいと思いますよっ、はい、よっ。父の日って言ったらどういう日ですか？お父さんの今までありがとうみたいな感じ。そうそうそう、その気持ちを伝える日やな。今日はロボママとわたるくん、たけるくんでロボパパのためにいろいろ考えたので、それをやりたいと思います。はい、まずはたけるちゃんが一人で考えてたやつがちょっとロボママにはわかんないので、まずたけるちゃんだけで考えたやつを教えてもらおうか。よし。何を教える？なんかしてくれ。まずなんかピアノを言ってたんじゃない？何を弾いてくれるんですか？初めて見た父の日のボリ。ボリ、ボリゴリ、ボリゴリ、ボリゴリ。じゃあ弾いてください。それを、はい、パパのためにお願いします。これが邪魔。でな、おー、タケルのオリジナルソングやな。オリジナルソングじゃないんやな。違うの、夢の中で。夢の中で本当にあった曲やから、オリジナルソングではないんです。素晴らしい。よくここまで成長してくれた。ボリゴリ、ボリゴリですね。父の日の歌です。タイトルなんとかな。ボリゴリ、タケルちゃんの夢の中に出てきた父の日ソング、ボリゴリでした。おなじみのな、おなじみの、はい、来年はもっと進化しとこう。タケルちゃん他にもあったんじゃん。まだある。マジで何？これはプレゼント。プレゼントがある、プレゼントがある。タケルちゃんがオリジナルで考えたプレゼントがあります。お、どれ？うわ、なんだこれ。この折り紙は読んでいい？ほら、なんか折り紙。なんて書いてあるこれ？あ、俺読んだ。あ、読んで。どこかに、うん、プレゼントがあるようです。どこかにプレゼントがあるよ。ここじゃない。そこやな。これは違う、プレゼントじゃない。それこれか。なるほどね。じゃあ早速開けたいと思います。いや、それじゃないけど、うん、じゃあそれやな。あ、これ。じゃあいくで。出していい？いくよ。せーの。じゃん。これはたけるちゃんがあの1万円企画で島村で買ったクッションじゃないか。これをお父さんにくれるのかい？え、実はあれお父さんのために買っとったの。そうなん？マジかよ。こんなに前からお父さんのことを思っとってくれた。ありがとう、たける。まさか自分のために買ったとばっかり思ってたら、実はお父さんのために。そう、そうらしい。こういえば全然使ってないなと思った。もう家のその辺に窓際にポッと置いてあったからさ。お父さんのために取ってあったやな。ありがとう、たける。大事にするわ。はい、続きまして、わたるくんが準備してくれた企画があります。はい、はい、それはたけるちゃんのお誕生日の時にママが準備したあの隠された企画と同じなんですが、それを今度はわたるくんが考えてどこにあるっていう、そのお手紙を全部書いてくれました。シータバージョン。はい、じゃあ1枚目のお手紙、これです。宝探しだな。よし、読むで。いつも旅行に行くときにパソコンを入れるものは何？むずいじゃん。パソコンを入れるものはお父さんのカバンやな。いや、旅行入れる、パソコンを入れるカバンは向こうの部屋にあるからな。旅行
旅行の時やって旅行の時いつもカバンに入れるよ、うん、パソコンのカバン入れてからカバンも入れるはぁ、あ、こんなところにおっとおっと2番いつもたけるちゃんと僕がおやつを取っている箱は何おやつを置いているということかははあそこだな私は知っているちょっとのきたまえここだなお菓子をいつもたくさん蓄えているここだ動画を編集するものは何パソコン見つけたじゃじゃーんいつもドと鳴らせれる楽器は何何いつもドと鳴らせれるわかるおかしいドが鳴る楽器なのな楽器はこの家に2つしかない、うん、あ、いや、太鼓もあるな絶対音感がある人は太鼓ここを鳴らしたらドってわかるそんな細かいやつそんなのないってことはもうピアノしかないこれさっき拾ったしなんだけど下かいや、あれは違うやつ違うやつなんか違うやつがあったぞあったあったこれやこれまんじゅうほらまんじゅうおまけまんじゅうおまけそれを見せるこれは置いとこうかえ、なんでえ、なんでこれそれなんで置いとこうかこれなんなんえ、なんかよくわからないそれがメインそれがメインこれそれがメイン置いとこうかはい父の日お父さんありがとうのまんじゅうです 20% オフの 20% オフのまんじゅうですしんどるわ一緒に買いにいるやろケーキがいらん言うからさまあまあいるいるこれ、こしあんやなケーキのああ、いいよ、こしあんやえ、俺も欲しい酒まんじゅう俺も食べたいってことでここでああ、じゃあ後で半分食べようか半分ちょうだいでかいブロックで袋の中にあるブロックは何でかいブロックで袋の中にあるブロックは何ちょっとでかいブロックって間違えたちょっとでかいなんかブロックブロックがなんかいっぱい組み立てられためっちゃでかいやつっていうことその袋の中デコのみたいなやつデュプロやなデュプロだ、ここだいや、デュプロちゃうデュプロではないのかレゴといったらこの中しかないなこの中にあるのかないぞあるわけないだろあるわけない袋の中にあるブロックの中の2つはどっちかなるほどこれや君たちがなんか大事なレゴの中でも大事なやつだろこれやお6番ありましたうわー何これ好きな靴一足買える券これはお母さんかはいまた買いに行きましょうあ買いに行きましょうお母さんは用意してないもんな、うん、酒まんじゅうしか酒まんじゅうとそれや靴欲しいやろうん、うん、自分で選べたやろ選べたやろ選ばんとなそうやな足履いてみないとなベッドのある場所ベッドのある場所ベッド家にないからなベッドない布団のあるってことあ、布団やなあったこれはなんだ皆さん見てください出てきましたよプレゼントがついにんあ、まだあるやんまだあるまだあるんかちょっととりあえずじゃあこれ先にやるけどさおラッピングされたちゃんとこれは渡るからじゃん。お、T シャツでーす。はい、アフィレックスの T シャツ、渡るくんからです。ありがとう。この服丈夫やね。丈夫やから好きやもんな。丈夫やから好きや。ありがとう。コマが入っている入れ物どこだ？コマみたいなもんや。コマやな。うん、この家でコマといったらベイブレードしかないから。ベイブレードいきます。これです。じゃーん。なんで笑ったの？ないで。あるやん。ないで。あるやん。こっちから見たら。あるやん。あるで。ないで。いや、こっちから見たら。いや、どこ見てもないやん。あかん、敵じゃん、敵じゃん、あかん。あかんってもう、見えとるやん。これやん。貼ってあるし、中じゃないし。渡るのお金が入っているところは何？何？渡るは貯金箱や。貯金箱どこにあんねん。貯金箱がないで。ピアン。
あ、そうですね。ここにさっきあったんや。あった、見つけた。これくれるの。いや、違う。ありがとう。めっちゃ入っとるで、お金。いや、そういう意味じゃなくて、これ竹ちゃんので。これは何？竹ちゃんの手紙。もう一個、もう一枚貼ってやるよ、これ。うん、これは問題です。問題と、これ竹ちゃんの。お、すごい。もう超難関な暗号。竹ちゃん、なんて書いたの、これ。わたる。竹るの。いや、渡るや。渡るの？貯金箱。はてな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 。ああ、なるほど。なるほどな。なるほど、理解した。じゃあ次、9番。この中で一番ちっちゃいペットは何？この中、家族の中でか。最近飼い始めたハム太郎だ。ハムスターのハム太郎だ。丸見えやん。どこだ？丸見えやん。ハム太郎。ハム太郎のとこ何にもないで。ハム太郎。いや違う、ハム太郎の近くだ。ハム太郎の近くな。ハム太郎じゃない。みんな見てくれ。これ。これやねん。これを見てくれ。ゴール。おめでとう。これは誰のプレゼント？たけちゃんから。僕で。じゃーん。おめでとう。僕です。いきます。じゃーん。お、服やん。石やニーニーと同じで。これもアビレックスの服かな。そうです。丈夫で好きやね。たけるちゃんが選んでくれたアビレックスの服です。ライオン。これクマやな。ベア。ありがとうございます。そしてなんかたけるちゃんがもう一個あるんやな。まだあるんか。たけるちゃんが一人で考えたっていうからお母さんたちには分かんないけど。お、どうしたの？どこかの隙間にあるよ。隙間に何がある？どこかに隙間がある。どこに隙間がある？違う。隙間のところに何かがある。何かがある。あるよ。あ、どこかな。隙間があるところはどこかな。隙間があるところはどこかな。タケルの鼻の穴の中。ちげえ。え、まず探しに行かなあかんってこと？めっちゃ隙間あるやん。隙間は山ほどあるからな。隙間を探せ。もうちょっとヒントをもらったら。あ、そうや。ヒントある？タケル。ヒント、キッチンの隙間。キッチン、キッチンのところの隙間。キッチンのところの隙間。下じゃないって。下じゃないの？隙間って言ったら。隙間、下やな、これ。なんかあったぞ。下の隙間や。ここや。これや。はい、見つけました。とりあえず手紙をさっき読んでもらおうか、たけちゃん。なうかの隙間にあるよ。ああ、俺がどこにあるかを教えてくれたんやな。見つけてみな、わからへん。じゃあ、とりあえずこの一緒にね、あった。これは前以前誰かからいただいた。そう、ナッツさんからもらったやつやな。この中に何か入ってるぞ。いきます。結構ちっちゃい。1個しかないから。これは以前いただいたUSB 型のハンドスピナーやな。そうやな、プロの方に。そしてこれはウームの。あ、ウームのあれやな。ウームのバンドで買ったやつやな。なるほど。あげよう思ったそれな。ありがとう。いや、感動したお父さんな。また出かけるか。もうこんなにしてくれると思わへんから。まあお母さんはこれやったからな。うん、嬉しいやろ。何、一緒に買いに行ったらいい。よし、じゃあそんな渡君とたけるちゃんにお礼をしよう。なんか企んどん顔で近寄ってきようだ。お父さん来たで、来たで。二人にこれをあげます。はい、これはたけちゃん仲良く使ってね。何？レゴ？それ1個だけやね。1個。うん。さあ、どうする？1個やったら。どうする？だけど1個やったら2位に欲しいはず。いや、たけちゃんに渡すわ、俺だ。お、さすが。そう思ってもう1個。いや、渡るは賢いからもう1個やな。はい。たけちゃん1個で2位に2個や。
めっちゃ下がっちゃった。ない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 ってないで、これないで、ちょっと戻って、ないから戻ってって、ほら早く開ける開ける、ほら戻って戻って、せーの、あれあった魔法で2つに増やしとった。はい、ということでよかったな、レイはあのフィグを2つずつ買ってきたから。じゃあお父さんになんて言うんですか。ありがとう。はい、どういたしまして。あ、まず開けて、お父さんことありがとう。はい、というわけで今回は父の日なので、わたるくん、たけるちゃん中心にお祝いしました。ロボパパ、いつもありがとうございます。これからもロボママをよくよくいたわって、優しくして、尽くしまくってください。なんやその返事は。はい、みんな、これからもお父さん余計なこともよく言いますが、何が、何がよ。まあまあ、大事なことも言いますので、聞いてますか、聞いてますか。お父さんちゃんと大事なことも言ってくれるので、ちゃんと言うこと聞いて賢くしましょう ね仲良く楽しく生活していきましょう。聞いてますか。聞いてましょう。もうレゴに夢中。はい、というわけでこの動画少しでも良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。ロボケをこれからもよろしくお願いします。ロボットチャンネルのツイッターもフォローしてください。バイバーイ。バイバーイ。まあ、カリンがおしっこしてる。バイバイしようときやる、やめてバイバイ。おいしい。